そうですね、今日勝利を目指して、選手たちがいい準備をしてくれましたし、先制点もできたので、そういった意味で試合をものにすることができず非常に残念でした。サポーターの皆さん、そしてテレビの前にたくさんの、方が応援してくださった中で皆さんに喜んでいただける結果を出せなかったのは、残念に思います。かなり交代も含め仕掛けるのも早かったと思うんですが、そのあたりいかがですか？そうですね、全体的に勝利を目指しながらも我々が、アグレッシブにどうやって交代枠を使っていくかというところでやってき、ましたが、アクシデントがあったところで少しうまくいかなかったところは私の、対応ができなかったところかなと思います。この先目指すサッカーどんなものでしょうか？改めて答えてください。いや、まずはどんな形でも勝利するということと、そして、我々がコントロールして試合を進められるように、またチーム作りをしていきたいと思います。ありがとうございました。